こんにちは、左近鈴乃です。今日は夏服の購入品の動画を撮っていきたいと思います。今季買ったお洋服と、あと小物と水着もあるので、そちらも全てね、一緒にご紹介していきたいと思います。で、数えると全部で14点もあったので、まあ、サクサクっと着ながら分かりやすくご紹介していけたらなと思うので、最後までぜひ見ていただけると嬉しいです。で、今季買ったものばかりなので、まだあるかなと思うので、参考にしていただけると嬉しいです。それでは早速始めていきたいと思います。スタート。じゃあまず今着てるトップスから紹介していきたいと思います。こちらはキャリーというブランドで購入したアメスリのトップスになります。ちなみにキャリーはこんな感じのロゴなんですけど、普段はオンラインのみの販売なんですけど、先日ポップアップに行ってきたところなので、今こう紙袋があるんですけど、ポップアップで購入したものになります。私の仲良くしていただいてるお姉さん、友達みたいな京子さんっていう方がやられてるブランドなんですけど、すごいね、上質で形も綺麗なお洋服ばっかりのブランドなんですけど、このアメスリがもう前からずっとすごい気になってて、今回たまに大阪とか東京でポップアップやってて、で今回そのポップアップに行かせてもらって試着させてもらったら、やっぱりめちゃくちゃ可愛くて着心地も最高で、こちら即決して購入しました。ちなみに白とじゃんグレーも購入しました。本当はね、黒も欲しかったんですけど、黒は在庫がなくって、一緒にいっちゃんと行ったんですけど、いっちゃんがグレー着てるのを見てめっちゃ可愛くて、グレーって合わせやすいでってアドバイスもらったから、しかもね、これニットなのでグレーでも汗じみが目立たないからすごくいいよとのことだったので、確かに夏ってグレーのカットソーとか着るとやっぱ汗が目立つので、どうしてもグレーを避けがちだから、こういうニットとかで取り入れれたらいいかなと思ってグレーも購入しました。なので2色買いしちゃったんですけど、こちらは気に入りすぎて。で、形はユニクロの以前私もご紹介したアメスリのトップスみたいな感じで、首周りがこうホルターネックみたいな感じで、首周りのデザインがすごく似てるんですけど、やっぱり上質なのと形がすごい綺麗なので、ハミ肉というかここのお肉がすごい気にならないデザインなのが、やっぱり形が綺麗だなと思いました。あと背中の後ろからの見え方もすごい綺麗で、ここの隠れ具合が私はすごく好きです。ユニクロのやつは正直後ろちょっと開きすぎてる感があって、後ろから見た時にちょっとごつく見えるのが気になってたんですけど、このキャリーのやつは後ろからもすごい綺麗に見えるので、やっぱさすがだなと思いました。これはお家で洗濯ができるっていうのもいいよね。そういうところまで考えて作ってくださってるのがすごい、やっぱ夏のアメスリはやっぱ着るごとに洗濯したいので、それはすごくありがたいなと思います。これはアメスリなんで、今はこうチューブトップを着用して着てるんですけど、私みたいな感じでこう胸が気になる方もすごい綺麗に着れるっていうのもおすすめポイントです。それも京子さんが言ってました。作った後にサンプルをバストがある方に着てもらったらしくって、それでも綺麗に着れたから、てかすのちゃんでもいけるよっておすすめしてもらったんですけど、ほんと実際着てみたらそんなバランス的にもこうやらしくないので、あ、すごいいいなと思って、そこまで考えてくれてるんだと思って、すごい可愛くてお気に入りです。グレーも可愛いんですよ。グレーの方がちょっとカジュアルな雰囲気になるかなって感じです。まあ、形自体がそんなカジュアルではないので、全然綺麗めなスタイリングにも合わせれるんですけど、まあ、スラックスだったりとかをよく履く方とかだったら、まあ、グレーとかの方が合わせやすいのかなとか思ったりします。白の方が、まあ、ちょっと綺麗めな雰囲気にはなりますよね。パキッとして、どっちもたくさん着そうだなって感じで、私は今黒のねスラックスに合わせて履いてるんですけど、黒のスラックス合わせとかでも綺麗なこう抜け感が出て可愛いなと思います。だからダボっとしたパンツとか履く方もすごい合うだろうし、私みたいな感じで結構コンパクトな感じのお洋服を着る方にも合うと思うし、京子さんがおすすめしてくださったのはこのトップスにマルジェラのデニムがめちゃくちゃ可愛いっておすすめしてくださったので、そのスタイリングをね私は絶対にしようと思ってます。続いてはじゃん、コラムのパンツです。これワイドパンツなんですけど、こちらはもうすでに履いてて、インスタグラムにもアップしてるんですけど、コーディネートこんな感じのワイドパンツです。私にしては珍しい、かなり結構
ワイドに広がるパンツなんですけど、これがもうとにかく今季のお気に入りで、こちらも5月中にポップアップを阪急でやってたので、そのポップアップでゲットしたんですけど、やっぱりこういうのも一回試着してみないと、普段あんまり着ないお洋服はどんなものかわからなかったんで、試着してみたらもうすごい着心地よくてスタイルよく見えて、ワイドパンツって足をこう隠すスタイリングだから、私の体型的にスタイルがよく見えないっていうイメージが勝手にあったんですけど、このワイドパンツはハイウエストでウエスト部分をすごく細く見せてくれるっていうのと、広がり方がやっぱり綺麗なのと、生地もねすっごい上質なので、めちゃくちゃ体を綺麗に見せてくれて、あと大人っぽく上品に見せてくれるパンツです。でちなみにサイズは36と38があって、私は小さい方の36のサイズにしました。身長165センチでも36のサイズで着丈は本当に十分長いぐらいですね。ヒールを履かなかったらちょっとするかなぐらいの長さはたっぷりあるので、高身長の方しかちょっと厳しいかもしれないです。低身長の方お直しとか出したらいけるのかなって感じで、でここのデザインとかは本当見せかけのポケットがついててシンプルなんですけど、ただもうここのタックの入り方とかがすっごい綺麗で、足がめちゃくちゃ長く見えます。36のサイズでもウエストは結構ゆとりがあるので、どんだけ食べたりしても苦しくならず、ここはねゴムはね入ってないんですけど、すごい楽に着れます。その生地がそもそもすごく楽ちんなね生地なんですよ。なんて伝えたらいいんだろう、ポリエステル 100% の生地なんですけど、ダイバー素材ではないんですけど、そっち寄りな感じの生地感で、とにかくとても楽ちんにスタイリングが楽しめるお洋服です。今まで履いてこなかったので、これをゲットしてからこのパンツに合わせたコーディネートを組むのがすっごい楽しくって、今楽しんでおります。これがこのベージュとチャコール系のこうグレーもあったんですけど、そっちにするか迷ったんですけど、まあ、私の持ってるお洋服とか私は明るめの色のスタイリングが好きなので迷ったんですけど、こっちのベージュにしました。続いてもコラムの商品なんですけど、こちらのノースリーブホルターネックのトップスです。こちらもすごく形が変わっててめちゃくちゃ珍しいんですけど、こんな感じで首元が一周あって、こうなんかリボンみたいな感じキュッてなってるんですけど、珍しいデザインで、で下はちょっとペプラムのデザインになってます。こんな感じでシュッとウエスト位置で切り替えがあるようなデザインになってるんですけど、ここの肩のカットがすごく可愛くて、着た時にこれも形がめっちゃ綺麗でちょっと着痩せする感じがして、この肩周りが、私はね骨格まあストレートなんで、ここら辺がすごいコンプレックスではあるんですけど、逆に隠してしまうとごつく見えたりするので、半袖のね T シャツとかが一番難しかったりするんですよ。なのでいっそのことをこう出してあげる方が綺麗に見えたりするんですけど、お洋服の肩周りのデザインで全然こう綺麗に見えるかごつく見えるかで変わってくるんですけど、私的にはこれはすごく自分の中でハマったのでこちらも購入しました。デザインもさすごくて、やっぱりいいブランドなので他にはないちょっとモードっぽい個性的なデザインが可愛くて、これも黒いスラックスとかに合わせたり、ユニクロのタックワイドパンツとかに合わせたりとか、今はさっきのワイドパンツに合わせてるんですけど、ワイドパンツ合わせとかも可愛いなとか思ったり、デニム合わせも可愛いし、いろいろとコーデが思い浮かんだのでいいなと思ってこちらも購入しました。これはね素材はちょっとつるっとした素材になってます。次はじゃん、こちらコーベレタスのベアトップです。ニットのベアトップなんですけど、こちらはアイボリーとブラックの、こちらもね迷いに迷ってコーベレタスさんなのですごいプチプラなので2色買いしました。こちらお値段2490円です。1つ、あとグレーとイエローがあったんですけど、私はこのアイボリーとブラックがやっぱ可愛いなと思ってすごく迷って2色買いしちゃいました。肌見せ系のトップスがやっぱり多いんですけど、夏なので、しかも今季はやっぱ肌見せがすごく流行ってるから、オフショルとかも再ブームじゃないですか。なのでこういうねベアトップとかも
もう今期の流行りなので、このプチプラのお値段で買えたらいいなと思って、私ヤコーベルタスさんとコラボを、ね、させていただいたので、この春夏にその時に実際自分が作ったお洋服とかもすごく気に入って、ワンピースとか本当にね、今日も朝からメンテナンス行く時に着てた感じで、ほんまサクッと出かける時とかに着やすくて、あとショートパンツとかもめちゃくちゃ履いてるんですけど、やっぱこの安い割に質がいいので、それを知ってコーベルタスさんでねお買い物をしてみたんですけど、こんな感じでこのバストのところはピタってなるんですけど、フレアに広がる立体的なデザインのトップスになってます。このデザインがさ可愛いと思って、こう広がる感じが、ニットの素材がこれ夏用のお洋服なので、そんなね暑いニットとかではなくて、まあ、サマーニットを多分これは使われてるんですけど、このね立体感が出るようにある程度しっかりめの生地ではあります。でもすごい伸縮性があるので、このバスト周りとかも全然苦しくなくて、全体的に伸縮性があるのですごいピタッとしてくれます。でちなみにサイズ感が、私これね今アイボリーは M サイズを着用してるんですけど、このブラックは L サイズを購入して、っていうか最初ブラックとアイボリーどっちも私は L サイズを購入したんですよ。サイズ表記的にサイトの見ると私のサイズだったら L だなと思ったので、こういうなんかピタッてした商品は1個ちっちゃいサイズ買っちゃうともうここがパンパンになっちゃうから怖くて L を買ったんですけど、 L にしたらねやっぱ少し大きかったんですよ、逆にこのバスト周りが。でずれてくるっていうことまではないんですけど、ちょっと不安な感じなので、アイボリーだけまだね在庫があったので M を買い直しました。そしたらぴったりだったので、なんか意外といつものサイズで皆さんもいけるかなと思います。サイズ感はニットなのである程度のこの伸縮性があるので幅は効くかなという感じです。でこの今はねスラックスと合わせてるんですけど、このニットに下デニム履いて、でサンダル履いてカゴバッグ持ってとかしたらすごい夏っぽくって、こうシティでも全然着れるし日常使いできるお洋服だなと思います。めちゃくちゃ可愛い。ここら辺は多少ね露出はあるんですけど、下デニムとかそういうのを履いて下はね全部こう隠してあげたりすれば全然普段使いできるし、今季のねベアトップとかトレンドなので全然今年は着れるかなと思います。可愛い。もちろん旅行で着ても可愛いけどね、やっぱコーベルタスさんってすごいなと思います。プチプラでこの可愛さ。ブラックもね可愛いんですよ。 L なんですけど、まあ、意外といけるかも。中ベアトップ今着てるんですけど、しっかりしてるものだったらキュッて止まってくれるので、まあ、別に L でも大丈夫なので別に黒も着れるかなっていう感じです。ちょっとここら辺が大きく見えるぐらいかなって感じなんですけど、黒の方がさっきのアイボリーに比べてやっぱり大人っぽい印象になるというか、こうグッと引き締まる感じの印象になるので、ベアトップ初心者の方とかはブラックとかの方が着やすいのかなとか思ったりします。このアイボリーってまあちょっと肌に近い色だから馴染みやすくって、ちょっと恥ずかしいってなる方もやっぱ最初だったらいるかもしれないんですけど、ブラックだと引き締まるカラーっていうのもあるし着やすいかなとは思います。抵抗なく着やすいカラーかなと思います。かわいい。やっぱりブラックの方がちょっと大人っぽい感じの印象になって、アイボリーの方がカジュアルな感じで着れるかなっていう感じですね。次はコスのワンピースです。今回コスでワンピース2つ購入したんですけど、私ねコスで何回かウェブでお買い物してるんですけど、なんかいつもね失敗するんですよね。店舗が大阪になくて東京にしかないので、オンラインでしか購入できないから、オンラインで可愛いなと思ったものを購入するんですけど、イメージが違ったりサイズ感が違ったりとかで失敗してばっかりだったんですけど、今回は周りとお気に入りの商品が買えたのでこちらご紹介します。こちらは本当にシンプルなニットのワンピースなんですけど、このワンピースはコーデ Vlog の中で着てるワンピースなんですけど、すごい華奢なストラップのキャミワンピースで、もう本当に見た目はすっごくシンプルなんですけど、ニットの素材が結構すごい伸縮性があるような素材になってるので着心地はめちゃくちゃ楽ちんで、体に沿うようなデザインになってるので、体のラインはまあすごく拾う感じになってます。でちょっとねストラップが華奢な割にニットがちょっと重ためなので、若干こうちょっとここが下がってきます。見えることはないんですけど、ブラとか
つけてたらまあ大丈夫なんですけど、まあ、ちょっとここが深めに開くかなっていう印象は私が1日着てて思いました。ちなみにこれは S サイズを購入しております。なのでこれはヌーブラを着て着用するのがいいかなと思います。もうラフにさパッてリゾートとかで着たりとか、それこそ私も前旅行に行った時にこれ着て行ったんですけど、そういう時にはすごいいいなと思います。楽だし体のラインには沿うんですけど、締め付けられてる感は全然ないので、これ黒もあったんですけど、黒と迷って私はこっちはアイボリにしました。でもう一つのワンピースがブラックにしました。こちらがもう一つ買ったワンピースなんですけど、これもニットワンピなんですけど、リブのデザインになってるワンピースです。さっきのやつはデザインがリブになってない感じなんですけど、こっちはリブデザインになっていて、あと肩紐のところがこう二重になってて、ここが可愛いなと思ったんですけど、二重になってて後ろがねこんな感じでボタンで止まってて垂れる感じのデザインなんですよ。このデザインが可愛いなと思ってこちらは購入しました。ブラックを、私こういうのブラックとアイボリーと2色あったらもうどっちも欲しくて、いつも2色買いするか、どっちが着やすいやろうとかいつも迷うんですけど、白とかって透け感気にする方多いと思うんですけど、私そんなに基本的にヌーブラとあとベージュのティーバッグを履くと割と何でも着れるんですよ。透け気にしてる方はそれを着用してみてください。割と何でもあんま透けを気にしなくて着るので全然白も買うんですけど、あとまあ汚れとかもそんなに気にしないので、もう洗えばいいやろってぐらいの感覚なので全然気にしないんで、いつもすごく迷うんですよ。でも今回はこっちをブラックでこっちをホワイトにしてみました。でもそうしてよかったかも。でこっちの方がニットワンピに比べてちょっとゆとりがあるというか、ゆるい感じかな、そんなにピタッとしない感じの締め付けがない感じのワンピースですね。可愛かった。本当はさコス店舗に行っていろいろ着てみたいんですよね。だから今度東京に行く時とか海外にあったりもするので試着してみたいなと思います。続いてはザトゥーのワンピースです。これもとってもとってもお気に入りのワンピースで、まだ着れてないので早く着たいんですけど、じゃん、こんな感じのロングワンピースなんですけど、ここのさ胸元のもうこうやっただけで可愛いのがわかる、この胸元のクシュクシュってなったデザインがめちゃくちゃ可愛くて一目惚れしてこちらもゲットしました。でカラーがこれはね全部ホワイトなんですけど、ホワイトとあとブラックとあとバイカラーの、ここがベージュでこの下が黒の3色展開があって、私はそのバイカラーのものか白かすごく迷ったんですけど、南国で海で着るってなった時にやっぱり海は白が映えるから白がいいかなと思って白にしたんですけど、家で着てみたんですけど大正解で、ほんまに可愛くて、でこれは LA に行く時に持っていくんですけど、その LA のビーチで着ようと思ってて、サンセット見ながらディナーするので、そのディナーしてビーチで着ようと思ってるんですけど、やっぱこうリゾートに本当におすすめのこちらはワンピースですね。ポリエステルなので見た目はねこうシャカシャカした張りのある生地なんですけど、シワになりにくいんですよ。シワになりにくいっていうのは旅行に持っていく時にかなり嬉しいポイントだから、ポケットもねついてるんですよね。それもめっちゃ嬉しい。ワンピースにポケットがついてるのって意外と便利だったりするので、携帯とか入れたりとか何かしら旅行の時は持っていくものとかが多かったりするので、ポケットついてるところは私にとってとても嬉しいポイントです。で白なんですけど裏地がしっかりとついてるので透け感も全然気にならず着れました。でこれも肩紐がついてて、ここから腕通す感じのデザインになるんですけど、肩紐が何も見えない方がやっぱ可愛いので、チューブトップとかヌーブラとかで着るのがスマートに着れるかなっていう感じですね。もうとにかく私はこの肩周りにこういうボリュームのあるデザインのものがすごく大好きなので、これは一目惚れで購入しました。いやー可愛い。やっぱりでここがゴムになっててしっかりと止まってくれるのでずれてくる心配もないですし、
個もこうねつながってるのでこうずれてきたりとかしないので着てる着心地もすごくいいなって思いました。ここに華奢な紐があってここからこうやって着る感じなんですけど、ワンピースってこうストンってなるから上半身だけで写真撮った時に着映えしなかったりするものもあるんですけど、これは本当に写真映えするので写真を撮るのがすごく楽しみです。でちなみに私は165センチでこちらは M サイズをね購入したんですけど、本当にちょうど良かった。くるぶしまで隠れるちょうど巻き下丈っていうぐらいなので、ペタンコのサンダルに合わせても可愛いぐらいの丈感。こういうのってちょっと短かっても絶妙にダサかったりするんですけど、私的に本当ドンピシャな丈感だったので M サイズで良かったです。この胸周りとかも全然ちょうどぴったりって感じで、ゴムなのでゆとりはあるかなと思います。本当にお気に入りのワンピースです。続いてはガジェスのセットアップです。またねベアトップなんですけど、ベアトップとあとスラックスのセットアップになります。まあ、さっきとはちょっと雰囲気が違った感じで、ベアトップとはいえどシンプルなベアトップになるのでちょっとスタイリッシュな感じ、さっきは少し可愛い雰囲気だったんですけど、こっちのがモードっぽい感じの雰囲気になるかなと思うので、そっち系のモード系の服装が好きな方とかも着やすいベアトップかなと思います。これはねここにワイヤーが入っていてすごいしっかりしてるんですよ。ここに2本ワイヤーが入っていて、で後ろはもう全部ファスナー下ろせるので、全部下ろしてこう巻いて着用するみたいな感じなんですけど、これはサイズが36と38があって、私は38を着用しております。これね38でも結構このバストがピチピチ、実はねパツパツなんですよ。ガジェスも普段はオンラインのみの販売なんですけど、大阪でポップアップをしてた時にそこで購入したんですけど、その時に試着させてもらった時にちょっとパツパツだったけどまあいけるかぐらいな感じで買ったんですけど、まあまあ胸がパンパンって感じです。ヌーブラをしてもヌーブラってやっぱちょっと厚みがあるからそれがしんどくなるので、これワイヤーも入っててそんなに胸があんま透けないからニップレスとかで私は着てます。あんまりこう分かんないし形がって感じで、でもやっぱり体のラインも綺麗に見えるし、ここのカットがすごい綺麗なのでこのハミ肉とかが分かりにくいデザインかなって感じで、ちょっとねハンサムな雰囲気に見えるセットアップかなと思います。これとあとスラックスなんですけど2サイズあって36、スラックスはねちっちゃい方のサイズを着用してます。こっちは全然ウエストとかも余裕ある感じで、あと太ももとかも全然36で私はゆとりがあって大丈夫でした。これもね形がめっちゃ綺麗でこうシュッてちょっと細身になる感じのスラックスなんですけど、え可愛いと思って、このセットで着るのがすごく可愛いのと、こういうチャコール系のお洋服って意外とそんなに私持ってないのでちょっと珍しいかなって感じなんですけど、あとまあこうスラックスのこのセットアップっていうのもあまり持ってなかったのでちょっと新鮮でいいかなと思って買ってみました。ベアトップだからちょっとこう綺麗めなパーティー系食事系とかにも着ていけるし、上からジャケットとか羽織ったら結婚式の参列のお洋服とかにも着てるかなっていう感じで、いろんな合わせ方ができるかなと思って購入してみました。別々で使っても可愛いしという感じで、これもすごく生地の感じがしっかりしててお気に入りです。でパンツもウエストはキュッて見えるんですけど、足の形もすごく綺麗に見えるのでこれも試着してみてすごい感動して購入しました。お次はじゃん、ミュウミュウです。本当に昨日ですね買ってきたんですけど、可愛くて可愛くて、もうこの紙袋が可愛いよね。まだ開けてないので開封しながら出していきたいと思いますね。これも旅行に私はあと2日後かから友達と LA に行くんですけど、まあ、LA といえばっていう感じで朝晩が結構冷えるらしいんですよ LA は、日本よりも。なので何か羽織がやっぱり必要だなと思ってて、まあ、ジャケットでももちろん持ってるやつでいいんですけど、あーかわいい、じゃん、 G ジャンです。 G ジャンを購入しました。本当にかわいい。これ実は私このミュウミュウのデニムスカートを持ってるんですけど、セットアップなんですよ。これグレーのカラーなんですけど、このスカートと実はセットアップなんです。
買ってから着てないのでセットアップで着てないんですけど、めっちゃ可愛くないですか？これ絶対可愛い。この夏服購入品紹介やのにジージャン会って思っている方もいると思うんですけど、まあそうですよね。今から暑くなるのに着れないやんって感じなんですけど、まあそれこそさっきLA といえばカジュアルなイメージなので、デニムっていうイメージがすごい強くって、普通のジャケットでもいいんですけど、ちょっとカジュアルな雰囲気に持っていきたいなと思って、お洋服を。なのでジージャンが、私ジージャン持ってなくって、普段ジージャンを着るのに、ジージャンってカジュアルじゃないですか、結構まあデニムだから。それをどういう風に着たらいいのか自分の中で正解が分かんなくて、上デニム持ってきたらなんかすごくカジュアルになってしまうので、なんか自分の中でこうしっくりくるものがなかったんですけど、ミュウミュウに見に行った時に、これはね、私みたいな感じのきれいめカジュアルなスタイリングが好きな方にもおすすめしたいジージャンです。今中ベアトップのままなんですけど、めちゃくちゃ可愛くないですか？ショート丈なのでボリュームが出ないというか、デニムデニムって感じがしない、形もなのかな、コンパクトな感じのデザインではあるんですけど、結構肩周りはしっかりゆとりがあるので、中に全然お洋服は着込めるデザインです。めちゃくちゃ可愛くないですか？ここにミュウミュウってデザインがあって、このさりげない感じも可愛いし、スカートと同じくこのポッケがちょっとこう飛び出してるデザインが今のミュウミュウっぽくて可愛いです。これはすごい人気らしくって、他も白とかもあったんですけど、一応春と秋に今のところ出てるみたいで、また次の秋も出るみたいなので、これは LA のために今は買ったんですけど、秋も着れるなと思って、それこそセットアップで着たいしと思って、全然今後着れるのでこれ購入しちゃいました。めっちゃ可愛いよね、本当に。それこそこのね、丈が短めなのでワンピースに合わせてもスタイルがちょっとアップして見えたりするし、あとハイウエストのボトムスに合わせたりするのも可愛いし、横から見た時の感じとかもちょっとこう後ろにボリュームがあるので抜け感が出る感じもめっちゃ可愛いし、袖はちょっと長めなんですよ。丈短め袖長めっていうこのバランス感が可愛いし、私このジージャンならスタイリングできそうといろいろと思い浮かんだので買いました。前もね、私アウトレット行った時に実はガニーでジージャンを見てたんですけど、それは普通の着丈で結構コンパクトめな感じの、色も濃い感じのインディゴだったからかな、これってどうやって着るみたいな感じになって、可愛いねんけど合わせ方が自分の中で全然思い浮かべへんってなって買わなかったんですけど、これは多分グレーっていうのもあって色味がちょっと薄めだから、割と綺麗めなスタイリングにも持ってきやすいし、自分の中でうわこれは着れるわみたいな感じになったので購入しました。あー、ほんまに可愛くてとてもお気に入りです。これはもうこれからすごく大切に着たいと思います。またインスタグラムにもコーディネートをねアップしたいと思います。はい、お洋服は以上で、あとは帽子と水着になります。で、帽子がじゃん、カシラで帽子を購入してきました。最近購入したんですけど、こちらの黒のニット帽、夏用のねニット帽を購入しました。この前の冬からニット帽にハマってて、ニット帽スタイリングに、そしてニット帽の楽さを知って、夏用もね欲しいなと思ってカシラに行ったら、ちょっとこの藁っぽい感じの素材、やっぱ冬とは全然違いますね、のものがあったので、こちらを購入してみました。こんな感じで、まあ本当にシンプルな黒いニット帽なんですけど、コーディネートにニット帽をこう合わせたり、カジュアルな格好に合わせたりするのがすごい最近の私の中のこの間の冬からの流行りなので、今年の夏もねこういうスタイリングをしたいなと思って購入してみました。これから合わせるのが楽しみです。これも旅行の時とか LA とかやったらカジュアルな服装に合わせても可愛いかなとか思ったりして、すごくお気に入りです。個人的にはいっぱいカシラニット帽の種類があったんですけど、これが一番このボリュームがあって私的には被りやすいかなと思ったんで、なんかコンパクトなピチってなってるやつがどうも似合わなくって、ある程度この後ろにボリュームがあるやつの方が私は被りやすいかなという感じです。はい、では最後水着ですね。水着は久しぶりにアリシアで購入しました。
本当久しぶりにアリシアの水着は結構持ってるんですけど、ここ 1,2 年ぐらい買ってなくって、久しぶりに自分の中で可愛いと思ったのがあったので購入してみました。上下セットなんですけど、じゃん、ボタニカル柄って言ったらいいのかな、のビキニを購入しました。この上のブラの方は定番の形ですね。私がよく持ってるいつもの形なんですけど、これは私はいつも L サイズを購入しています。 L サイズでちょうどサイズ感がいい感じです。 S、M、L って3色展開あったのかな。こちらパンツの方はいつも M サイズを購入しております。ちなみにこれはリバーシブルで、上のブラと同じ柄でもできるし、裏返すとブラウンのシンプルなボトムスになります。こんな感じで横だけリボンみたいな感じでした。でこのセットが可愛いなと思って、ギャルすぎない感じ、大人っぽい感じのこのデザインに惹かれて今回久しぶりに購入しました。白地にちょっとグリーンの葉っぱみたいな模様が入ってる水着なんですけど、かわいい。これも旅行でね、水着が着たいなと思ってて、結構いつも私水着黒とか白とか本当に無地のシンプルなものばっかりいつも買ってるんですけど、柄物があるとまたちょっと違ったイメージになるし、またこれももう写真映えして可愛いかなと思って買ってみて、これすっごく気に入ってて早く着たいんですよね。この水着かわいい。これはプールとか海で着たい水着ですね。サウナとかは本当にシンプルな真っ黒とか真っ白でいいんですけど、南国の海とかプールで着るのはたまにはこういう柄物の水着もかわいいなと思って旅行に連れて行きたいと思います。こんな感じで多分すごく長くなったと思うんですけど、これ何時間やってたんやとぐらい結構長く撮影してたんですけども、たくさん購入したので全てねご紹介してみました。いろんなブランド、プチプラからハイブランドまでいろんなブランドをご紹介できたので、まあ、どれか参考になれば嬉しいなと思って幅広くご紹介しました。実際に私もプチプラもたくさん買うし、ハイブランドも好きなので、本当にお気に入りのものはハイブランドで買ったりとかして、いろいろ混ぜこぜでミックスしてスタイリングすることが多いので、そのスタイリングとかはこの次の動画でルックブックを撮影しようと思ってるので、そのルックブックとか、あとはまあインスタグラムにもコーデ結構アップしてるので、そちらもチェックしていただけたら嬉しいなと思います。はい、では皆さんの夏のお買い物の参考になりますように。で最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。